さぬ。無名には果たさねばならぬ仕事がある。織江、赤穂浪士をたぶらかし堕落させ、復讐の心を砕くのだ。そのためあの久野石どもを無名に使わせるのだ。いやいや、仇討ちなどおやめになって。あっ！僕を上げと見たぞ。殿上、それが見抜けぬ世の男気と思ってか。あんた利口者だよ。大石見たか。お前らがだだら遊びを続けている間にお前らの忠義のため身を売った慣れの果ての姿だ。お前らが敵討ちをしたらこの女どもは元の姿に帰るか。俺は嫌だ嫌だ嫌だ。たとえ殿様でも嫌なものは嫌です。よう参って、夜が逃がしてやがふんふん。ごめんね。拙者このおしろいの匂いに弱いんじゃ。弓矢八幡大夫さん、お許しあれ、人助けでござる。忍法換気店。また邪魔する。今日は決着つけるぞ。